悪いことはせず、勉強も客観的にかなりできるのに、先生受けが悪く、内心伝が低いこともはどうすればいいと思いますか愛知県生まれですが、先生に意欲関心、態度の点数が成績の6割占めると言われたことがあります。ふわっとしたもので子供の事実に左右するのどうかって思ってます。えっと、まず、えー、悪いことしてるんだと思いますよ。 <laughs> いや、要は、何にもしてない子供って印象に残らないので、先生受けはプラスなんですよ。要は、先生受けが悪いのってやらかしたやつなんですよ。僕、先生受け悪いんですよ。やらかすんで。<laughs> だから要は、先生って、まあ、1クラス40人とか見るので、問題を起こさない子供はいいやつなんですよ。で、問題を起こすやつはめんどくさいやつなんですよ。ってことは、先生受けが悪いは、問題を起こしてます。 で、それを親に報告していません。なので、その、ゆりチャンネルさんが調べなきゃいけないことは、子供は嘘をついている。真実は何か。っていうところを、同級生の友達とか、同級生の友達の親とかに確認を取るっていうのをやって、真実を知るといいんじゃないでしょうか。